はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はですね、まあなんというか内容的にはちょっとしょうもないかなーなんて思ったりもするんですけれども、これメインになってるかな、サブチャンネルになってるかな、まあわかんないんですけど、コーヒーを入れる道具についての話なんですよ。皆さんコーヒーを入れるのに道具、まあ何かしら使うと思います。ドリップポットだったり、ドリッパーだったり、フレンチプレスだったり、まあ、ミルだったりね、いろんなものを使うと思うんですよ。あのコーヒー好きの方はキッチンにいろいろ揃えてると思います。だけどその道具がもし何一つなかったらどうしますか。僕ね、前の職が調理師だったんですよ。で、その職場で僕はもうカズマックスってことは知れ渡っていたんだよね。時々これ新しい動画見たぜとか言いながらネタにされたりね、あったんですけど、まあそんな中ではコーヒーを、まあ、僕が入れられるっていうことで、時々ね、おいカズマックスコーヒー入れてくれよって言われたことがあったんですよ。で、まあその時僕、まあ最初無茶言うなと思ったんですよ。何を言い出すの、とりあえず粉だけ準備したから、とりあえずこれ使ってコーヒー入れてくんねって言われて、まあ何を期待されてるのか、まあなんとなくわかるけど、美味しいコーヒーなんでしょと、まあわかるけど、まあ突然すぎるよねって思いましたよ。うん。だけど、まあ、カズマックス、YouTuber カズマックス、まあここは、すいません、道具がないから何もできませんなんて言うわけにいかないと思って、はい、入れました。わかりました。じゃあ入れますよ。まあでもちょっと期待はしないでくださいと。まあ多少ちょっと落ちますけど、まあできる限りのことはしますと言って、まあコーヒー入れたんですよね。今日はその時僕がやった、本当に何もない状態、キッチンにあるものだけで入れた、コーヒーの入れ方をご紹介していきたいかなと思います。でさっきしょうもないって言ったのはね、ちょっとここに理由があって、本来僕、ミルは絶対必要って前から言ってますね、コーヒーミル。まあ粉で買うのはあまり良くないと。豆から引いてこそ絶対美味しいコーヒーは入るから、そこだけは譲っちゃいけないって言ってるけど、まあ言ってるけど、とりあえず今日は、ごめん。置いといて。とりあえず最低限の道具でコーヒーは入れられるのか、どうやって入れたら、まあ、美味しくなるのかっていうのを、まあ、やっていきたいと思います。じゃあ、とりあえず、その時の僕の、まあ、コーヒー入れてって言われた時の思考をトレースしていきましょうか。とりあえず、まあ、粉渡されました。これで入れてくれって渡されたものが、どこで買ってきたかわかんない、粉で、まあ、引いてある。調味期限もわからない、相手からどんだけ経ったかもわからないような豆だったんですよね、粉だったんですよ。でそれをまあいかにしてどう、まあ、まともに出すかということを考えた時に、とりあえず、抽出方法をどれにするかって思ったんですよ。まあ、もうそもそも何もないんだけど、どれに近くすればいいか、ペーパーフィルターでドリップすると考えるか、フレンチプレスで考えるか、まあ、そのサイフォンとかさ、いろいろあるじゃないですか。それをどれを元にしてやっていくか。で僕は金属フィルターを使った、抽出を考えました。ただその場に茶こしすらありませんでした。はい。だから金属フィルターは無理だと。うん。だから、ペーパーフィルター、エンボスタイプのキッチンペーパーあるじゃないですか。はい、これですよ。このちょっとザラザラしてる感じの、キッチンペーパー。これで油とかこすことあると思うんですよね。これを香りに使えないかと思ったんですよ。油をこすペーパーで言うと、もう一つ、まあ、リードみたいに分厚いのもあるんですけど、あれの場合は、まあ、立体構造になっていて、まあ、いろいろ吸着してくれるかなと思うんだけど、なぜ生地が厚いんだよね。これは、結構ペラペラで薄いんだけど、あいつはね、油を、まあ、受け止める役割もあるし、結構いっぱい吸うんだよね。だからコーヒーも持ってかれる感じがして、まあ、最終的にそれを絞ってもいいけど、まあ、そうするとね、ちょっと雑味とか、なんかいろいろ出そうだから、僕はこのエンボスタイプの、キッチンペーパーがペーパーフィルターの代わりになるんじゃないかと考えました。そしてこれだけだと絶対突き破ってしまうから、使うのはザル、もう何でもいいです。とりあえずこの形を保ってくれればいいだけだから。で要はこういったバネットとかさ、針金ドリッパーみたいなものの代わりですよ。でそこにプラスして、僕は次に何が守れるかを考えました。コーヒーを入れる上での要素、キッチンにあるもので守れるもの、キッチンスケールがまずあると。キッチンスケールがあるから重さは測れる。そして温度計もあったと。まあこういうタイプじゃなかったけどね。レーザーで測るタイプの、すごい高性能なやつだったんだけど、それを使って温度も測れる。だからそれを使って、まあ大体そうですね。焙煎度にもよるけど、豆を 12g 使って、コーヒーを 100g
20を落とそうと考えました。これなんで120かっていうと、これ僕の基準で言うと割と濃いめなんですよ。僕が普段入れてるコーヒー豆で言ったら、12g で150から180くらい落とせる計算なんですよね。だけど、なんでそうしたかって、ちょっと古い豆、その受け取ったね、粉は古かったから、多分香味が飛んでるだろうなと思ったんですよ。あんまりそれを濃く出しすぎても、ちょっときつくなっちゃうけど、まあ、ちょっと飛んでる以上は、やや濃くした方が、まあ、コーヒーゼリーとかね、あとはまあアイスコーヒーだったりだとか、あとコーヒーシロップとか、そういうものに転用はできるかなと思ったんですよ。はい、というわけでこちらが僕が、極限状態、キッチンでコーヒー器具が全くない状態でコーヒーを入れろと言われた時に選び抜いた、メンバーたちが、まあこいつらです。まず手鍋、こいつでお湯を沸かします。そしてこれボウルでも何でもいいです。とりあえず容器、沸かしたてのお湯だと熱すぎるから、コーヒーってちょっと一回何かに移したらちょうどよくなります。まあ90度、多分後半くらいですね。ちょっと待ったら多分90度くらいに落ち着くから、まあそのくらいのイメージで。で、そこにコーヒーの粉を入れていくわけなんですけど、それを、コーヒーの重さを測るための測り。これキッチンスケールでいいです。そしてフィルターとなる、こちら。ザルとペーパー。出汁をね、こすみたいですけど、まあそんなイメージですよ。お湯の中にコーヒーを溶いて、水分を出してあげて、それをこしてあげる。まあ、要はフレンチプレスとペーパードリップの合いの子というか、あとはまあクレバードリッパーにも近いかな。このやり方でいけば、まあ最低限のコーヒーは入れられるかなと思います。あと忘れてた、これ温度計もねあったら使った方がもちろんいいです。で、はい、じゃあまあとりあえずこれ実践してみましょうかね。はい、 OK。 そしたらこちら沸いてます。グラグラのお湯をここにね、今、36g あるから、抽出量が360とするから、粉とね、ペーパーにある程度取られますから、それを考慮して、だいたい粉の量の倍ですね。36g だから、まあ、70として、360足す70で、430かな。はい、注ぎます。こうして移し替えることで、少しだけ温度を下げます。はい、そうしましたらこちら、コーヒーの粉です。 36g あるんで、はい、じゃあ入れます。いや、はい、ここですかさず軽くですよ、本当に軽くなじませる程度、まあ、ヘラでもいいです。かき混ぜてなじませてあげます。なるべくこのダマを潰した方がいいですね。ささっとやりましょう。あんまりガシャガシャやると雑味とかのね原因になってしまうんで、あくまでなじませる程度にしましょうね。よし、で、はい、こちら2分ほど待ちます。これね、火加減にもよるんですよ。結構さ、粉売りで売ってる豆って細かいことが多いんですよ。なんでこんな細かいのっていうくらい、それを普通に抽出してしまうと、雑味とかね、えぐみとか出てしまったり過抽出になりやすいんで、まあそれを見ながらね、今回の粉は僕の家にあるあのいい豆使ってるんですけど、それに合わせて若干細かくもしてあるんで、だいたい2分で。本来普通の豆であれば、まあ、3分いっても大丈夫です。3分、4分大丈夫なんですけど、今回は2分くらいにとどめたいと思います。ここでまあ蓋をしたりすれば、冷めにくいんですけれども、まあどっちでもいいです。もうドリッパーとかもね、上開いてるし、そこは好みでいいでしょう。あと30秒ほどです。じゃあ準備しておきますかね。とりあえず、まあ入れ物は何でもいいんですけど、とりあえずじゃあコーヒーサーバーでいきましょうか。無理だ、コーヒーサーバーザルはまんねえや。このごついやつならいけそうだ。よし、無理だ。うん、OK。 そしたらもうこれでいいでしょう。はい、またキッチンにあるボウル、こいつにザルとペーパーやって、よし、2分いきましたね。移します。これ火傷しないようにね、こいつを流し込みます。そーっとね、これもなるべくまあ近づけてやった方がいいでしょ。まあもしね、あの漏れてしまったりしても、もう一度これでこせばいいだけだから。よし、ここを箸とかで固定して、あらかじめね浮かせておいてもいいし、あとはまあ単純に出汁をこす設備があればそれを使えば十分だと思います。
よーし、オッケー、いいかな。はい、オッケー、できました。コーヒーです。まあ、まさに抽出液って感じですけどもね。はい、こちらレッとしたコーヒーでございますよ。これにまあゼラチンとか溶かせば、コーヒーゼリーとか作りやすいし、まあ、調理器具と考えればね、そうまあ大したもんじゃないと思います。まあ、茶こし金あれば一番楽なんですけども、まあこれが、簡単なコーヒーのっていうか、まあ手軽ではないけど、まあ必要最低限の設備でできる、まあ緊急事態用の入れ方ですね。もちろん十分飲むこともできますよ。オッケー、抽出量としては完璧、350ちょい、いい感じです。じゃあちょっと飲んでみますかね。いいよっと。おお、あ、結構いい色じゃん。うまそうじゃん。はい、それではいただきます。うん、いい香り。あ、濃さちょうどいいですね。で、普通にうまい。うん、割りかしちゃんと入ってるよ。うん、あ、十分。それ自分好みにね、繊細に入れたペーパードリップとかそういうもんとはまだ全然違うレベルだけど、なんというの、70点、80点、9大点は全然いってるって感じですね。これはまあお湯の温度とか、まあ、豆の量とか、まあ、大事なところはちゃんと守って、ね、やったんで、そこそこのまあ味わいになってるのかなって感じです。あ、マジで十分うまい、ね、普通にうまいね、これ。うん、まあコーヒーは道具じゃないってことですね。ある程度のものは、まあそう、何を使っても大体ね、おいしい豆使えばいけるんですよ。うん、まあだからこそ、コーヒーにはミルが、最低限に必要なんだけど、だからまあ今回の やり方に関してはね、粉でもらったものを入れるって、まあ発端だったからちょっとあれなんやけどね、難しいんだよね、ここんとこね。だけどこういうこともできるんだよっていうね、一つのなんだろう、新しい感覚っていうか視点を持っておくと、まあこういう緊急事態とか何かがあった時にコーヒーって、まあ、すぐにね入れられるんじゃないかなと、まあ、その時に対応できるんじゃないかなと思います。まあ今回の動画参考になったかちょっと分かんないけどね、まあ、もしよかったら感想コメント欄でお待ちしております。そして、ぜひねチャンネル登録と高評価ももしよかったらよろしくお願いします。というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。まあ思ったよりね、がっつりした内容になったんでメインかな、これはのつもりです。はい、というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。